でもなんか早めに引きそうな感じはしてる。あ、本当に？いうん。や、でもチョロさんみたいに中途半端には終わらせたくない。 いいか。プロです。チョロです。プロチョロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、ええー、フェイルノートガチャですね。来ましたね。イベント集会と、うん、あと交換所、うん、でチケットをもらえるので、まあ忘れずにね、皆さんそこら辺はゲットしていきましょうね。でそれで20連分ありますので、うん、まあ、早速ね、僕からチケット20連、ここでね、神引きをしたいなと思います。武器も来ちゃってるからね。そうなよね、なんか武器がいいらしいよ。はい、最近結構俺神ってたよね。昨日のライブでも神ってたし。そうそう、これはなんか沼る予感がしてならないけどね。なんかね、そんな気はしますよね、順番的にね。石いっぱい持ってるからね。まあまあ確かにね。ただ2キャラ来るからね。はい、じゃあ行きます。こっからですよ。用紙ボックスもちょっと欲しいとこではあるんやけどね。ね、そう、安定的な流れですね、これ。そうですね、これはつくも撤退かな。また俺の時だけそんなん言うよね。いや、私の時もそうですよ、大体。でも撤退しないじゃん、お互い。いや、するよ。あ、本当？うん、僕はしません。天井覚悟で。まあまあそうだね、今のところ UR なしですね。ちょっと雲行きが、まあまあ言うて、ああ出ましたね、死の宣告。天井の宣告が来た。あー、これほんとジンクス通りに天井になりそうやな、うん、そうですね、まずいよ。そろそろこのジンクスをね、突破したいよね。乗り越えるのは自分だから。お、なんかやば。いや、全く UR ゼロですね。ね、一撃必殺かもよ。でもこれ20連はチケットでしょ、うん、だから130連頑張れば天井だから ね、 ね、うん、かなり優しいとは思うんですけど、まあ、それにしても UR が一個も来ないっていうね。まあでもいいんですよ、このワンシート目で1回だけ UR 来て、それで引いてくれれば、うん、もうでもここまで来たら次のおかわりシートの、うん、用紙ボックス、用紙ボックス狙っていこう。ここまで来たらってまだそんなに来てないけど。わあ、全然出らん。全然ですね。まあ、でもここでチェロさんがね、うん、ちょっと頑張ってくれると私スッと出そうな気がするんですよね。あ、確かにね。お、お、やっと UR。最初で最後の UR になるか。いやいやいや、なんで最初で最後な。出たらもう最後でしょ。まあまあそう、ね、確かにね。そういう意味で言った今。そうよ、ここで出られた天井っていう意味で言ったんじゃない。え、そんなこと、あー、すさんでますね。お、お、ありがとうございます。よかった。おお、一撃必殺でしたね。一発つもですよ、リーチ一発つも。え、知らないです。ドラドラ知らないです。麻雀は知らないです。私これなんか結構後ろまがまがしいものがいるね。いや、そうなんですよ、あの方が支えてるっていう、ほら、あー、なるほど、お手手がね。なるほどなるほど、支えてるでしょ。あ、よかった、やりましたね。特になんかふーんみたいなガチャでしたけども。そうやね、特に盛り上がりもせず、天井でもなく神引きでもなく、うん、なんでそんなこと言うの。じゃあ帰りましょうか。じゃあポロさんのね、ドラマを見せてください。見せてあげましょう。はい、変わりましたよ。はい、私もチケット20連。そうですね、ここで引いていきたいと思いますよ。ドラマというのを見せてもらいましょうか。お、プレッシャーかけてくる。まあまあ似たような感じだけど、まあ、大丈夫ですか。まあ、ここはチケットだからね。まあ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 、うんうん、ね、うん、
ここら辺はまあまあちょっとふわっと言ってもらって、うんうん、そうそうそう、やっぱ石を使い始めてからかな。うん、そうね、うん、お主の運命やいかに、あ、引きずっちゃってるかもね、チェロさんの。あれでも俺は関係ないみたいな言い方しよったやん、うんうん、さあ、こっから。ここからですね。せめてチェロさんより先に。俺90年やったかな、チケット合わせて。そうでしたね。それなりに引いたよ。お、いや、まだ余談は許しませんよ、これおお、おチェロさん、これドラマが、これ出たら神引きやね。ね、そうでしょ、そうでしょ、編集楽になりますよ。あすり抜け。え、俺の編集とか気にしてくれてたの？いや、気にしますよ。やっぱ長引いちゃうとちょっと負担になるかなと思って。あ、そんなこと考えてくれてたんだ。そうですよ。二人三脚でやってきてるじゃないですか。そうね。なんだかんだ7周年超えましたしね。ええー。あ、なんか来てるんだけど。でもなんか早めに引きそうな感じはしてる。あ、本当に？うん。いやでもチェロさんみたいに中途半端には終わらせたくない。言い方よ。わあ、これは長引くかな。なんかね、そんな感じするよね。ね。また中途半端になるんじゃないですか。人のことあんだけ言っといて。おや、煽ってきてます？うん。いいんですよ、長引かせても。チェロさん、いいんですよ。何その。ちょっと頑張ってよ。お、なんかでもなんかね、いいんだけどね、なんか足りないよね。そう、なんか足りない、一つなんか足りない。サラオが入れてくれてガリガリしてるよ。お、わ、来た、これは天井。でも俺それ乗り越えたからね。わあ、チェロさんの後ろ行く感じ。サダオが入室しましたよ。おお、サダオのおかげ？サダオくんのおかげかもですね。お、もうこれじゃない？ここかもね、すごく弱いけど、すごく弱いんだけどもね。確かにだいぶ弱いね。あ、もうここだね。来たね。これでポロさん引いたとてよ。うん。ドラマないよ。いやいやいや、そんなことないです。そんな。おー、来ました。これもだってなんか俺と変わんなくない？なんか変わる？いや、何の面白みもないじゃん。いや、まあそう言われるとね。うん。だね、結局。あ、そう、あの闇陽神ってフェイルノートっていうみたいよ。コメントで教えてくれたけど。あ、闇陽神と書いてフェイルノート。うんうん。じゃあ闇おしんでいっか。闇おしん。結局闇おしん。お、私はだから60年ってことですかね。まあまあまあ神引きですね。まあギリギリ勝ちました、うん、チェロさんに。そうね。だって石40連分しか使ってないってことでしょ。そうなんですよ。うん、まああとはポロさんが育てられるかっちゅうことだよね。育てられるんですけど、使うかどうかっていうのはちょっと。な、使っていこうよ。多分強いよ。あ、本当に？じゃあちょっととりあえず育てます。まあ、キッカイ相手には強いと思う。うんうん、なるほど。うん、まあ、あの、ソロコンテンツのさ、うん、なんだっけ、あの、いたじゃん。あの、近未来ウーアン。近未来ウーアン、ね。あれ、ポロさん一人でソロやけさ、近未来ウーアン VS ポロ、近未来ポロでやってみたら、近未来同士。何、近未来同士？私、近未来じゃないですけど。はい、ということでね、次回はガチャの方、あ、武器の方ですね。そうですね。見ていきたいなと思います。はい。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。